サンセット大通り、サンセット大通り、サンセット大通り、現代、サンセットブルバード、または、サンセット BLVD は1950年のアメリカ合衆国のドラマ映画、ビリー・ワイルダー監督作品。ロサンゼルス郊外の豪邸を舞台に、ハリウッドの光と影、サイレント映画時代の栄光は忘れられない往年の大女優の猛獣と、それがもたらした悲劇を描いた。 フィルムのワールである。公開当時から批評家たちの評価も高く、同年のアカデミー賞11部門にノミネートされたが、対抗馬であった、同じバックステージ作品である、イブのすべて相手に苦戦し、結局3部門での受賞に止めまた、イブのすべては、計6部門受賞。現在では、アメリカ映画を代表する傑作とみなされており、1989年に、 創立されたアメリカ国立フィルム登録簿に登録された最初の映画中の一本である。サンセット大通りのとある大物の住む邸宅で一人の男が殺害される事件が起きる。警察が駆けつけるとプールに死体が浮いており背中と腹に銃弾を打ち込まれていた。殺されたのは B 級映画の脚本を日本ほど書いた詩がない脚本家である。 事件の発端は半年ほど前に遡る。ハリウッドの狭いアパートに住んでいた脚本家のジョー・ギリスは書き上げた脚本を映画会社に採用してもらえず、緊急のどん底に苦しんでいた。取り立て屋に追われて逃げ込んだのは幽霊屋敷のような寂れた大きな邸宅で、そこにはサイレント映画時代のスター女優であったノーマ・デズモンドが 微斯会のマックスと共にひっそりと暮らしていた。ジョーは銀幕への復帰をも論むノーマのために、彼女が書き上げたサロメの脚本の手直しをするように要求される。ノーマは、当の昔に忘れ去られた存在だったが、ノーマを女神のように崇めるマックスによって、その事実を隠されていたため、今でも大スターであると思い込んでおり、いつでも一戦に復帰できると考えていたのだ。 うだつの上がらない生活に嫌気がさしていたジョーは、ノーマの要求を受け入れ、以降住み込みのゴーストライターとしてノーマと奇妙な共同生活を始まる。しかし、ノーマがジョーへの愛情を露骨に示すようになったことから、ジョーは彼女から離れようとするが、ノーマが自殺未遂を起こしたために、彼女とズルズルと深い関係となってしまう。ノーマはますますジョーに溺れ、ジョーは彼女に、 囲われたセレブの生活を送るるようになるある日、撮影所からノーマに連絡が来る。要件はノーマが所有する古い自動車を映画の撮影に貸してほしいというものだったのだが、ノーマは自分への出演オファーだと勘違いし、撮影所にセシル・ビーデミル監督を訪ねたり、美容に執念を燃やしたりするなど、妄想は一段とひどくなっていく。一方、ジョーは、 親友アーティグリーンの婚約者で若い脚本部員で、あるベティシーファーと二人で密かにシナリオを共作することになる。それに気づいたマックスは、自分がノーマをスターに育て上げた映画監督で最初の夫だったという過去をジョーに明かし、ベティとの関係をノーマに気づかれないようにと忠告する。やがて、ジョーとベティは自然に愛し合うようになるが、その関係はすぐにノーマの知るところとなる。 ジョーはベティにすべてを明かして、別れを告げると、ノーマにすでに世の中から忘れられた存在になっている。現実を突きつける。するとノーマは荷物をまとめて、屋敷を出ようとしたジョーを撃ち殺ししまう。事件を報道するカメラマンや記者たちが、ノーマの屋敷に押しかける。しかし、完全に正気を失ったノーマはそのカメラを映画撮影のカメラと思い込み、注目の中でサロメを演じながら、 屋敷の大階段を、しずしずと降りていく。日本語吹き替え版の初回テレビ放送は1970年11月5日のテレビ東京木曜洋画劇場枠で日本版 DVD に収録されている。以下は本人役での出演。監督のビリー・ワイルダーとコンビを組んできた脚本家のチャールズ・ブラケットは、サイレント時代の大女優を主人公にしたコメディを構想。 ワイルダーと共に脚本を執筆したが、ハリウッドの内幕を描いたものであったため物語の内容は秘密にし、豆の缶詰という見せかけのタイトルで企画を進めていた。そこにタイムライフ氏の記者である D.M. マーシーマン・ジュニアが提案した若い脚本家とのエピソードを取り入れて脚本を書き上げた。ノーマテイは赤曜 J ポール・ウゲティの前妻が所有する豪邸で撮影された。 本作の主演である、サイレント時代の大女優、ノーマ・デズモンド役については、世間から忘れられたという事実を受け入れられず、およそ実現不可能だと思われるカムバックを夢見る、スター・キトリの中年女優という役柄が寄付されてか、主演の女優選びは、非常に難航した。ワイルダーは、最初に引退していたグレタ・ガルボにオファーをしたが、彼女は、復帰にさして、興味を示さなかった。 次にメイウエストを指名するが、サイレント映画時代の大女優の役をするには文は若すぎると断った。続いて、メアリー・ピック・フォードとポーラ・ネグリにもオファーするも、二人ともストーリーラインや役柄を嫌がり自体。最後に、伝説的なサイレント映画時代の大女優、グロリアス・ワン・ソンをワイルダー自身が説得することで何とか撮影にこぎつけることができた。 当初スワンソンはあまりに大物すぎて、ワイルダーたちも彼女がオファーに応じるとは思っていなかったという。DVD の特典映像、メイキング・オブ・サンセット通りでのスタッフや関係者の話によると、メウエストは脚本の書き直しを要求し、ポーラ・ネグリはポーランド鉛がひどく、メアリー・ピックフォードには断られたと回想している。一方、売れない、脚本家。 ジョーギリス役については、モンゴメリー・クリフトで決まっていたのだが、撮影開始の2週間前に、クリフトが年の離れた女性と愛し合う役はできないと言って、役を負った。またエージェントから、断りが入ったためと述べている。ワイルダーは、フレッド・マクマレーとジーン・ケリーにもオファーしたが、前者は役を嫌って断っており、後者は、MGM 所属のため出演させることができなかった。この作品は、 パラマウントの制作。そこで、スタジオの所属俳優の中から、まだ無名だったウィリアム・ホールデンが抜擢された。ベティ役のナンシー・イ・オルソンについては、契約女優であったが、新学期が始まり、大学に戻っていた時に、オファーの電話があったという。この作品では、ハリウッドの監督、名優たちが彼ら自身を連想させる役柄を演じており、そのことが映画にリアリティを与えている。 ノーマ・デズモンド役のグロリア・スワンソンは、共に今は、落ちぶれた、サイレント時代の大女優である。また、ノーマに忠実に使える召使いで、かつて映画監督だったという設定のマックス役をじた、エリッヒ・ホン・シュトロハイムも、1920年代を代表する映画監督であり、劇中でマックスが上映する、ノーマ主演の映画は、シュトロハイムが監督、スワンソンが主演した、である。 この作品は完璧主義者のシュトロハイムが演出にこだわりすぎたせいでスワンソンと衝突、撮影中止になり幻の作品となった。ちなみにこの作品を上映しようというアイデアはシュトロハイム本人から出たものであった。デズモンドアテムファンレターを書いていたのもマックスだったというエピソードを考えたのもシュトロハイムである。ノーマに復帰作品の監督をするようにせがまれて、 困惑する映画監督セシル・ビー・デミルを本人が演じている。映画中に登場するサムソンとデリラのセットは実際に撮影に使われたものである。現実世界でもデミルはスワンソン主演の映画を何本も撮った名監督であった。ノーマテーでトランプゲームに興じるかつての大物俳優たち、上位枠、老人形たちを演じるのは喜劇王バスター・キートンといった。 いずれもサイレント映画時代のスターたちである。ちなみに、キートンのギャラは1000ドルで、ワーナーは1250ドル、ニルソンは二人よりも、はるかに安い250ドルで出演している。他にも、女流ゴシップライターで女優のヘッダ・ホッパーが、ラストシーンで、作曲家のジェイ・リビングストンと作詞家のレイバンズが、飲み屋のシーンで、それぞれ本人役で出演している。オープニングは、 プールに死体が浮き警察とマスコミが駆けつけるシーンからスタートしているが、当時の試写会の時は遺体安置所のシーンから始まるもので、2種類のオープニングが存在していた。遺体安置所の方は DVD の特典映像でスクリプトを見ることが可能で、1948年12月21日版では無音であるが、霊柩車が街を走っているシーンが収録されてい,い。 1949年3月19日のオープニング改訂版では映像は収録されていないもののその一部の写真を DVD のメイキング・オブ・サンセット・大通りで見ることができる。ナオリオバージョンのスクリープとは英語で収められている。以下は日本でのランキング受賞ノミネート受賞ノミネート受賞。1993年にアンドリュー・ロイド・ウェバーにより 同作品をミュージカル化し、ロンドンで初演。1995年にはブロードウェイでも上演され、では最優秀ミュージカル作品賞、最優秀ミュージカル主演女優賞他7部門を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。